お祝い用の服を着た、ダゲスタンの女性どの国旗アバール人は、カフカース山脈に住む民族である。北東カフカス語族の言語アバール語を話す。宗教はスンニハイスラム教。大部分は、ロシア連邦ダゲスタン共和国の山間部に、一部は、平野部に住んでいる。また、チェチェン共和国、カルムイク共和国など、ロシア連邦内のほか、アゼルバイジャン、グルジア、 トルコにも住む。人口は約104万人、内ロシア連邦に81万5000人、ダゲスタンに75万人以上が住んでいる。アバール人は6世紀に中央アジアから東ヨーロッパに侵入した遊牧民族のアバール人と同じ名前であるが、これら2つの民族の関係は分かっていない。アバール人についての最初の記録は、 東ローマ帝国のプリスクスが463年に書いたもので東方の民族がアバール人の侵入を訴えたというものであるがこれもカフカースの民族かどうかわからない東ヨーロッパに来たアバール人はトゥルク系またはモンゴル系と言われるので現代カフカースのアバール人とは民族系統が異なるなおアバール人が中央アジアから 東ヨーロッパに入った頃、突血が、東ヨーロッパのそれを、ニセアバール、中央アジアに残った、それを、シン、アバールと呼んで区別しているが、これと関係あるかもしれない。5世紀カフカースに建国されたキリスト教の国サリールが、現代アバール人の先祖によるものと伝えられる。7世紀のハザールとイスラム帝国との戦いでは、ハザール側についたが、 9世紀にはグルジアなど、近隣のキリスト教国と結びはざあると争った。現在でも10世紀の教会遺跡が残っている。12世紀初頭にサリルは滅び、13世紀にはイスラームを放ずる、アバールハ国が成立し、北に成立したジョチウルスと同盟して栄えた。19世紀までアバールハ国は続いたが、ロシア帝国の南下政策に基づく、 コーカサス戦争では反発したアバール人や北カフカースの人々はロシアに対して抵抗を開始した。イスラム神秘主義のナクシュバンディー教団はイマーム国を組織しシャミールらを中心としてダゲスタンチェチェンを占領したが1859年にはロシア帝国に投降した。アバール人の一部はトルコへ逃れ人口は減ったがその後も ダゲスタンの主要民族であり続けた。第二次大戦後は、山間部からカスピカ沿岸に移住する人が多くなった。ありがとうございます。